に結構ケバケバな髪の毛が出てくる方に関してはその方法が結構ベストかなと。こんにちは、渡辺です。今日はひとみさん2回目の登場、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ボブのね、前回ね、ヘアアレンジを4選やってもらったんですけど、なかなか大好評でした。ということで、第2弾ということで、今日はもう今ね、ちょっとまあ綺麗に収まってはいるんですけど、寝癖な状態なんですよね。結構ボブの方とかって、大体ね、こう、後ろの部分だったりとか、襟足の部分とかってなんかこう、ぐちゃぐちゃしてたりとか、癖が結構強い方も多いかなと。で、そこってね、だいぶ寝癖がつきやすかったりもするので、で、その場合ってね、皆さんどういう風に直すかみたいな、例えばまあ美容師だったらこう濡らして直すみたいなイメージがあるかなと思うんですけど、ぶっちゃけね、美容師も朝めんどくさいですよね。めんどくさいですね。なので、美容師でもこういう風に直すよと、でも美容師だったらまあなんかこうやってうまくスタイリング見せるよみたいな方法をね、今日はやっていってもらいたいと思いますので、まあボブヘアの方でね、まあ特に梅雨の時期あまりね、もう巻き巻きしてもすぐ取れちゃうんですけど、まあ、美容師は大体こういう風にして梅雨乗り切りますよみたいな感じのね、スタイリングをやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今日使うのはストレートアイロンと26ミリのコテです。温度設定はストレートアイロンが140度、コテが120度で巻いていきます。髪の毛を分け取るときに基本的にはダックカールを使うことが多いんですが、物によっては止まりづらいものもあるので、今日は簡単なゴムを使ってやっていきます。まず下からアイロンを通していきます。襟足部分からアイロンを通すので、耳より下の部分を持ち上げて上で留めます。邪魔にならないように上の方でゴムを結ぶと襟足のアイロンが通しやすいです。アイロンを通していきます。根元から半分の位置までアイロンを通します。寝癖は根元の方からつきやすいので、しっかり熱を当てていくと伸びるのですが、毛先までアイロンを当てると後でコテを通すときに熱が当たりやすくなっちゃうので、毛先は外した状態でアイロンを通してください。特に襟足の内側は癖が出やすいので、襟足部分を持って前にアイロンを通すとしっかりと伸びます。こんな感じで襟足のアイロンを通し終わりました。次はコテを当てていきます。髪の毛を真ん中で半分に分けて、外羽にワンカール巻きます。毛先はコテに1回転半巻いて2秒ほど置いてから離すと綺麗なカールができます。反対側も巻きます。最後に真ん中を一緒に巻いてあげると割れ目ができず綺麗なカールがつきます。これで毛先のカールの完成です。次はこめかみ部分で開け取っていきます。さっきと同様に上の部分はゴムで留めます。アイロンを通します。根元から半分ぐらいしっかり熱を当てていきます。1回で綺麗な癖を直すためにアイロンはゆっくりと熱を当てていくのがポイントです。それでアイロンが入れ終わりました。毛先のコテを通していきます。まずは右側にコテを通します。さっきと同様に1回転半しっかりと巻き込んで外します。
左側も同じようにコテを通します。しっかり巻き込んでコテを外します。最後に後ろを通します。この時コテが床と平行になるように斜めになったりしないように意識して巻くと綺麗に巻けます。最後は全部下ろして同じようにアイロンを通していきます。サイドの髪の毛は少し顔よりも前に持っていくと綺麗にアイロンが通せるので引き出す角度に気をつけてアイロンを通していってください。後ろはそのまま真後ろに下ろして大丈夫です。反対側のサイドも少し前に髪の毛を持っていってアイロンを通します。ここからが私のこだわりポイントです。表面を指1本分髪の毛を取って真上に引き上げます。ストレートアイロンでこのまま上に引き上げる感じでアイロンを通します。こうすることによって根元にボリュームが出るのと表面の髪の毛の面が綺麗になるので仕上がりが綺麗になります。トップも上に持ち上げて当てます。反対側も指1本分の薄く取って真上に引き上げます。それで表面が綺麗になったので仕上げに毛先をコテで巻いていきます。表面の髪の毛は真上に引き上げて内巻きに巻きます。内巻きに1回転回してコテを外します。私はレイヤーが入っているので表面を内巻きにしてあげた方が最後仕上がりがふんわりと動きが出るスタイルになるのでレイヤー入ってる方は内巻きがおすすめです。で、手としでほぐして表面の髪の毛の完成です。では最後にオイルをなじませていきます。オイルは2プッシュ手のひらに出したらしっかりとなじませます。襟足からオイルをなじませていきます。だんだん毛先から上に向かって手ぐしで髪の毛をほぐしながらオイルをつけていくと全体的になじんで髪の毛一本一本にオイルがつくので幅感が出て可愛いです。最後に手に余ったオイルを前髪にもつけると毛先と前髪の質感もあって統一感が出て可愛いと思います。それで完成です。はい、ということで鶴見さんお疲れ様でした。今日は、ボブの寝癖直しからのスタイリング、しかも梅雨の時期にまだいいんじゃないかっていうスタイリング方法を、やっていただきました。まあ、そのアイロンの温度だったりとかで結構ね人それぞれだと思うんですよ。でひとみさんに関してはストレートアイロンが140度でコテは120度、こんな感じでやってもらってるんですけど、人によってねもうちょっと低い方も良かったりとか高い人が良かったりとかすると思うんですけど、基本的にまあ140度ぐらいでやる方が、まあ、ダメージだったりとかはね結構抑えてくれるかなと思いますので、あんまり高めはお勧めしません。なんですけどやっぱり癖を伸ばすってなるとやっぱアイロンの、ね、温度がある程度高くないと伸びなかったりもするので、まあ、限界値でねもうさっと伸ばすためには140度でやったって感じだよね。そうです ねっていう感じなので、まあそこら辺の部分を踏まえて、自分に合う温度設定でやっていただければと思います。その辺は、美容師さんだったりとかにね、聞いてもらえたらいいと思います。ということで、あとなんかポイント的なものある？私的なポイントみたいな。ポイントは、やっぱり最後にやった、表面の髪の毛を真上に引き出すポイントで、あれをやると、だいぶ仕上がりが、ふんわりして変わると思うので、ぜひやっていただきたい。
なるほどね。あれを多分普通の人ってやらないよね。多分もう、そうですね、このまま下にこうグッと下ろして多分アイロンで伸ばすことが一般的っていうか当たり前かなと思うんですけど、多分で上に引き上げてやることによってトップがふわっとするっていうのと、あと結構ツヤが出るよね。ツヤ出ます、うん、だから表面に結構ケバケバな髪の毛が出てくる方に関してはその方法が結構ベストかなと思いますので、僕もねカメラ撮っててね、あこの方法めっちゃいいやんと思って今日からちょっと伝えていこうと思います、はい、ということで皆さんもよかったら参考にしてみてください。はい、じゃあこの動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。